はい、こんにちは、スレトルトと申します。あの、シックスティーセカンズがね、なんとリメイクされました。シックスティーセカンズ・リオートマイズズというゲームに生まれ変わりました。なんかね、見た目とかも結構なんかかっこよくなってるんですけども、いろいろ追加されたりしたので、当時1年半ぐらい前かな、かなり俺、シックスティーセカンドっていうゲームをやり込んだんですけど、まだまだ遊べるということで、やっていきたいと思います。まあ、60秒間で準備して、核爆弾が落ちてくるので、60秒間でいろんなものを準備して核シェルターに引きこもって何日生き残れるかっていうゲームですね。ここら辺もかっこよくなっております。で、普通にプレイもできるんだけど、このチャレンジモードっていうやつに、このなんかね、ミッションみたいなのも追加されてたりするらしいんですよね。この女と犬、ドロレス、お母さんと、犬だけが生き残った、世界で生き残るミッション、なんか、条件を、叶えつつ生き残れとか、あとなんか、なんだ、物資の貯蔵を突き止める遠征を7回成功させるとか、なんかミッションモードみたいなのも追加されてるんですけども、まあ1年半も経ってて、ちょっと俺もね、かなりやり込んだとはいえ、かなり忘れてしまっているのね、ノウハウとか。で、結構なんかいろんなイベントとかも新たに追加されてるので、今回はちょっと普通のモードを、リハビリがてら、やっていきましょう。この世紀末ですね。迫力満点の核爆弾体験さ。家の周囲にあるアイテムを集めて、核シェルターで生き残ろう。まずね、この、物を集めるパートっていうのがかなり操作が難しいんですね。で、このなんか物を集めるのって前お父さんがやってたんだけど、お母さんを操作して、操ることもできるらしいです。で、難易度が3段階。スカウト、サバイバー、ウエイストランダーっていう、この3つに分かれました。まあ、これが最上級の難しさですね。で、これ、まあ、今回は通常難易度で、まあ、どこまでいけるかっていうのをパート1は、やっていきたいと思います。まあ、このゲームものすごくね、スルメゲーでしてね、ひたすらやりたくなるゲームなんだけど。まずは家の中にひたすらシェルターに持ち込むものをより効率よくアイテムを集めれるかって、おお、すげえ！ここは、あれだね。ドローレス、お父さんここにいて、地図。これ結構重要だね。これと、水でいいか。まあ、なんかちょっと操作しにくいな。はい、ここに入れる。お父さん3つ分か。重いね。あー、とりあえずここに入れる。地図ないのか、地図。ティミー発見。ラジオだ。で、食べ物。ちょっと難しい。なんか操作が重くなってる。前とちょっと違いますね。なんか、挙動というか、なんというかね。娘、ちょっと邪魔アイテムどいてー。サバイバルガイドブック。ちょっと。10、あー、少ねー愛しの我が家。女の力。お母さんでやったりとかかな。で、一応家族を全員、核シェルターに連れてくることはできたので、家族を連れてこないってのもできるからね。めっちゃ実績をとにかく解除してますけど。まあ、今回は、物資は少ないですが、これでやっていきたいと思います。このスーツケースってアイテム持ってきたじゃないですか。これ重くて持っていきにくいんですが、このスーツケースの中にアイテムが、何個か元々入っていることがあって、それが何個か入ってたのかな。で、今俺があるのは家族4人。まあ、家族がいれば、どんな困難でも乗り越えられると。あと地図ですね。行き場所一応、なんかつけたりできる。あとラジオ。で、サバイバルガイドブック。これいろんなものが載ってる。で、武器に、護身武器にピストルと斧。これだけですね。さあ、どんだけ変わったんだろう。1日目。爆破直前になんとか全員がシェルターに逃げ込めたようだ。危ないところだった。一緒にいる限り、ここでなんとか乗り切ることができるだろう。スープ缶は体にいいと聞いていたことがある。
シェルターの中にアイテムを貯めておこうとしていたのだが、もしものために残しておく代わりに蓄えておいたアイテムを使った方がいいのではという考えに至った。ちょっと何ていうかわかんない。夕食にスープパーティーをした時もあったし、近所の人が危険なラクーンに襲われないようにライフルを担いで行った時もあった。アイテムを少し残しておいて本当に良かった。ちょっと翻訳が前よりもちゃんとしてるような気がするね。でこれですね、もともとシェルターに、地図が用意していたってことが長々とここで書かれてたんだな。で誰かがスーツケースに隠していたのだろう。スーツケースを持っておいてよかった。スーツケースの中に斧が入っていたと。誰かがちょっと殺人計画でも考えていたのかもしれません。我々は食料を十分確保できていない。誰もまだ文句は言っていないが、ただのスープさえも贅沢だと思うようになるだろう。なんとか全員分の水がある。節約して使わないといけない。はい、分配の時間。こんだけしかないので、ものすごく、大事に使わなきゃいけないんだけど、今結構お腹いっぱいの状態なので、食べ物は3日か4日に1回ぐらいで、正直いいです。これが俺が学んだこと。原爆が、落とされれば、くだらない喧嘩はなくなると思っていたが、そうではなかった。将来に明るい見込みがなく、壁しか見るものがないとなれば、喧嘩に発展するのもわけはない。狂ったように言い争いをしてしまった。いきなり喧嘩してますね。これなんだこのしおり。あ、隠せんのか。なんか音楽とか増えてんな。はい、皆さん、初日は何も食べないでください。終わりです。さあ、二日目。ちょっとヒゲとかが生えてくるんだね。はい。テッドの顔がヒゲまみれになりました。でまだみんな体調不良とかお腹空いたってことはないらしい。喧嘩はやめたがいつまで持つだろうか。この状況下にしてはドロレスはとても落ち着いている。ドロレスってのはこの、お母さんですね、ドローレス、テッドパパ、メリージェーンっていうお姉ちゃんで、ティミーっていう弟、この4人家族ですね。テッドは心配しないでくれと言っていた。大丈夫だろう。メリージェーンは必要なものは足りていると言っている。どうやら元気そうだ。ティミーは大丈夫だ。まあ5分前の話だが、ちょっとアメリカンジョークみたいな。今日も食べ物なし。まだ周りは放射能量が高いようだ。病気になりたくないなら荒れ地に行くのはやめた方がいい。こういう時に行くと病気になったりするんですけど、ガスマスクってアイテムがあったら外に出したりとかもできるんだけど、こういう放射能が多い初めの方の日にね。でもね、俺がこれ長くやった感じだとあんま関係ないっす。なんか放射能があろうがなかろうが、まあ怪我するときは怪我しますし、病気になるときは病気になるんで出していいと思う。俺はゲームが面白いというのは聞いていたが、どのゲームをするのかに選ぶのにこんなに時間がかかるとは知らなかった。まだ余裕そうですね。ティミーに行ってみます。行ってもらいます。まだ放射能があるってことはボートみたいな、やべえ連中みたいなのがいないので。はい、うるせえ。なんだこの音。真実か挑戦かはスープ以外の食べ物はという質問で終わった。何、真実か挑戦かはってなんだろう。アメリカの遊びかな。ウミガメのスープみたいな感じかな。残っている水をドローレスに渡そう。テッドが望んでいるのはわずかな水だ。みんな喉乾いてきてる。余ってる水はないのか。メリージェンは一日中水を欲しがっていたぞ。ティミに水を飲ませないとダメだ。とにかく水を飲めとめちゃくちゃ言ってますが、まだいける。俺の感じ的にはまだいけます。で、はじめは危なくないのでティミーに行かせます。で普通はアイテムを一つしか持たすことはできないんだけど、このトランクを持っていくことによってもう一種類持っていかすことができるんだよね。まあこれと地図を持っていかそうかな。うん、この二つを持ってティミーに外にアイテム、まあ食べ物とかをゲットしてきてもらいましょう。まあ主に水だな。これ持ってくること失敗したら終わりです。さあ、ここはね、メリージェーン脱水症状、テッド脱水症状、ドロレス脱水症状。こうなったらね、もう間違いなく水を飲ませなきゃ、ちょっと病気になっちゃう。ティミーは荒れ地へ旅立った。もし彼が戻ってこなかったなら、我々はどうすればいいというのだ。ね、一番初めにティミーに出させるっていう、とんでもない親ですけどね。まあ、ティミーボーイスカウトやってたんで、きっと、たくましく、サバイバル技術あるはず。
ドロレスはこれ以上水を飲まないと長くないだろう。テッドは棺桶に片足を突っ込んでいる状態だ。今すぐ水を飲ませなければ。メリー・ジェーンは気を失いかけている。早く水を与えなければ。水あげます。脱水症状なので水を3人にあげると。スープだからさ、食べ物を食べた時も水分補給できると思うんだけど、食べ物は食べ物、水は水っぽいんだよね。ちょっと減っちゃいましたね。お、誰かが扉を必死にノックしている。開けるのは怖いが、いい知らせかもしれない。どうだろう、敵ではない限りどんな人でも喜んで歓迎する。それがたとえお隣のネットでも。原爆が落とされたのはきっとネットのせいだ。扉を開けてみるか。お隣さんにネットってやつがいて、ものすごく嫌なやつだったってことが、なんかこの背景に垣間見れるな。まあ初めの方は開けてもいいと思うんだよな。うん、なんか嫌なことが起こることもあるんだけど、開けます。次の日に、あ、何、新人、新人っていうロック解除した。なんだ新人って。メリー・ジェーン、テッド、今何の悪い状態もないんだね。4日食ってないのによくお腹空いたってならないね。ラジオ、サバイバルガイドブック。栄養が行き届いていると、薬を使わなくても病気回復できることもある、まあ、いろんななんか能力とかも説明してくれるようになったね。じゃあ昨日何があったか。なんだこの絵。扉を開けてみたが誰もいなかった。こんなご時世でもピンポンダッシュするやつがいるなんてな。ドロレスの喉は潤った。テッドは水を飲んだ。メリー・ジェーンの喉は潤った。ティミーは外で死んだみたいな感じになりそうだけど、まだ帰ってきてませんね。早めに帰ってきてほしい、まあ、誰もいなかったっぽいな。とりあえず、あ、トマトスープではない料理がないものかと話し合っていると、外で叫び声が聞こえた。生存者だ。みすぼらしい格好をした彼らは思った通り助けを求めてきた。水や食料、医療品を恵んでくれないかと言っている。この医療品ってのがね、怪我とか病気を一回治すことができる万能アイテムなんで、まあ今持ってないんだけど、これは渡すわけにはいかないアイテムなんだけど、水と食料一貫減っちゃうんだよ、この数少ない状況で。ただ俺はね、助け合いの精神、こんな時代だからこそしっかり助け合ってね、やっていきたい。俺がもらえるかもしれませんからね。ティミーがちゃんと食べ物持ってきてくれる。さあ、なんかもらえたかな。うん、なんかちょっと髪の毛がぼんやりしたな。みんなお腹は空いてない。あ、メリージェーンだけ空腹になってる。お、彼らは感謝の言葉を探しあぐねていた。多くの涙を流し笑い、え、抱擁を交わし我々の無事を祈った。やはり人助けはいいものだ。この町の廃墟の中には避難場所を見つけるべくまた出発をするようだ。うまくいくことを祈ろう。こういうのがさ、結局助かることにつながったりするから。メリー・ジェーンがお腹を空いてるらしいので、ちょっと食べさせてあげましょうか。さあティミー、帰ってこい。シェルターで暮らし始めてからずっとバタバタと忙しくしているというのに一向に仕事が終わらない。外へ行けるのなら庭の手入れをしてみたい。そういうことがやりたい気分だ。まあでも外まだ放射能がねありますから。ガシャコンって聞こえたらティミーが帰ってくんだけど、帰ってこない。ティミー大丈夫か。喉がカラカラ、空腹、空腹。まあちょっとテッドとドローレス、大人にちょっと食べ物をあげますか。なんか変な落書きしてる。なんか変な落書きしてる。メリー・ジェーンの髪質がね、ワカメみたいになっちゃって、ま、なってきてますけども、大丈夫かな。事前に計画を練るのに越したことはないが、とりあえず今は残りの水をどう分けるか集中した方がいい。ドロレスが必要なのは水だけだ。ドロレスは何かを口にしたいようだ。テッドが必要になったら水はどこにある。テッドは腹をすかしている。メリー・ジェーンの空腹が満たされた。でも水がな。まあここだね。バランスよく上げていかなきゃ。あ、この小さなシェルターでは匂いはすぐにわかる、換気口はあるがそれでも匂いの逃げ場がない。壁から一つブロックが落ちた時にできた穴から異臭が立ち込めている。この穴を調べて匂いの元は何なのか調べるべきだ。奥に食べ物がある。俺はそう信じて、はい、押す。怪我する可能性もあるんですが。お、ティミー帰ってきた。ナイス、ティミー。食べ物、ティミー、ティミー、明らかにこれ病気ですね。俺が外に、放射能の外に出したことによって病気ですね。食べ物が1個増えたかな。ティミー、
スープ感がある。あ、ティミーがトランプを持って帰って、トランプと多分殺虫剤をティミーが持って帰ってきたのかな。やばいなティミー、病気治すことできないんだよ。爪や他の生物が出てくることを警戒しながら穴の中を覗いたが、何も出てこない。代わりにトマトスープの缶を盗もうとしたネズミの死骸を見つけた。きっと取り損ねたのだ。我々はネズミより運が良かっただけなのだと思え。死骸を空き瓶の中に、収めて埋葬した。とりあえずさっきのやつ、あの調べるを押したことによって、缶詰が1個増えた。ティミーのことをとても心配していた。だが荒れ地から帰ってきた以上はもう安全だ。めっちゃ白くなってるよ。地図は持って帰ってきたけど、なんかなくしてんなこれ。バッグなくしてんな。近くのガソリンスタンドは原爆で非常に大きなダメージを受けたが、地下のガソリンタンクも爆発したようだ。残ってるのはボロボロになったレジと車のパーツだ。きっと60秒でガソリンを満タンにして現場から逃げようと思った人がいたからだろう。大失敗に終わったようだ。俺らは逃げられたけどな。ガソリンスタンドの行列に乗り捨てられたトラックがあった。その車体には見覚えのあるロゴが書かれていた。スープ缶のロゴだ。ティミーがスープ缶を1個見つけた。レジのところで食べかけのサンドイッチと殺虫剤を見つけた。ティミーは殺虫剤。レジのそばにトランプが置いてあった。枚数を数えると6のカードは3枚なくなっていた。あの数字はなくても使えそうだ。オーメンの数字がなくなった。このスーツケースは気に入っていたんだが壊れてしまった。まあ生かした甲斐はあったかな。ドロレスはこれ以上水を飲まないと長くない。で、テッドも水を飲まなきゃいけない。メリー・ジェーンも水を飲まなきゃいけない。ティミーはとても疲れている。ティミーはあまり気分が良くない。ティミーが必要なものは食料だ。今日食べさせないともう後はない。もう大ピンチですね。まあ水か。水が一番やばいな。ちょっとまた外にアイテム探しに行きましょう。ティミーは病気なんで外に行かせられませんね。あー、メリー・ジェーンかな。外に行かすのは俺の中で。好きなラジオ番組がもう放送されていない。他の曲を試してみてもダメだった。雑音しか聞こえない。どの放送局ももうなくなってしまったのか。ラジオの周波数を広くするために改造にでもしてみるか。壊れる可能性があるんだよな。てか多分壊れんだよなこれ。でも今回はもう結構水とか食料の物資が少ないので、やれることは全部やっていかないと長生きできないと思います。やる。あはい、ラジオ壊れた。見てここ、ラジオ壊れた。壊れたラジオになっちゃいました。まあいいでしょう。喉がカラカラ空腹。メリージェーンは状態良くなった。テッド、ドローレス、メリージェーンは何の状態も良くなりました。最年少だけボロボロですと。うまくいかずにラジオを壊してしまった。常に進化する技術にはついていけない。ラジオは別になくてもいいだろう。あった方がいいんだよ。ティミーの顔が真っ青だ。ティミーはまだ回復していない。ティミーは腹をすかしている。じゃあティミーにご飯だけ食べさせてあげましょう。で、外にメリージェーンを生かして、武器に銃を持ってってもらおう。頼んだよ。生き延びる。10日が生き延びました。ちょっとティミーが脱水症状、病気。水飲まなきゃダメだな。この状況なのにもかかわらず、お父さんとお母さんはティミーの全然心配してる様子がないもんね。メリージェーンが外へ出て行った。彼女がすぐに戻ってこられるといいのだが、まあ、ティミーはとりあえず水を与えなきゃダメで、テッドとドロレスは大丈夫。水があともう一個分しかない。あ、ティミーがシェルターへ帰ってきた。元気そうであったが、錆びついた金属片で手に傷を負ってしまったようだ。傷が化膿している。治ってるような様子も見られない。何かで処置しよう。よくわからんけども、傷で産んだところを斧でぶった切るってことだよね。やったれ。もうティミー、もうお前はもう後がないんだから、やるしかない。ティミー、ティミー、なぜか病気は治ったけど怪我になってる。なんか前よりいい感じがするね。なんかグラフィックがちょっと変わりましたね。多分テッドがあれだろうね、切りすぎたんだろうな怪我を。あー、なくなっちゃった。ティミーは熱した斧の刃で化膿した傷口の処理することを勇気を持って受け入れた。
痛かっただろうが、そこまで時間はかからなかった。斧は二度と使えないが、ティミーは元気を取り戻した。あ、斧でちょっとだけ切ってしまった。痛かっただろう怪我してるもんな、治んのかな。でも病気は治ったのか。じゃあいいか、とりあえず危機は去ったな、一回目の。あー、ラジオがあればな。この小さな空間の中で腰を落ち着けて座っているのか、それともこの汚染された荒れ地から逃れる方法を考えるのか。あの共産主義者たち目がこんな善良な市民を殺戮するなんて誰が想像できただろうか。ここから逃げ出そう。あー、ラジオがあればなんか情報が聞けたかもしれないが、ラジオは壊しました。テッドが電話がかかってきてます。空腹。あー、テッドとドロレスやばいよ。テッドとドレス脱水症状で水一杯分しかない。必要となることがあるとすれば、このエリアで受信できる緊急放送を傍受するために日常的にラジオを使うこと、もしくは外を歩いて見つけてもらうことだ。どっちもどっちだが、前者の方が、無謀そうだ。ティミーの傷は一向に良くならないと。あー、まずいなー。まあ、水を飲ますならこっちなんだよなー。やばい、お母さんに水を飲ますことはできない。電話はドロレス、行っておいで。なんか水見つけてきて。帰ってこない。まだ生きてる。なんかうつろな目をしている。脱水症状ほっとくとね、死んじゃうんだよね。あ、電話に出ると相手から安堵の様子が伝わった。彼らは近くの町であるヒルバレーの生存者だった。我々が情報を共有していると回線が途切れてしまった。相手の方で何かがあったのだろうか。また連絡が取れればいいのだが。ドロレスはこれ以上水を飲まないと長くないだろう。だってダメなんだよ、水はないんだよ。もうスープでも、なんかスープなんだから水分でもあるでしょ。ああ、医者の集団が我々のドアを叩き、救急箱に入っているアイテムが足りないので分けてもらえないかと尋ねてきた。彼らの姿を見ると、白衣に診療道具、間違いない、本物にしてた。手伝うべきだろうか。もうねえんだ、助けてくれ。逆に水をくれ。あ、帰ってきた、帰ってきたよ。ああ、惜しい、水が2個帰ってきたのに。うわあ、お母さん、嫌な音だったな今。ワンワンワンって頑張ったのに、病気になりながら。ただあれですね、これでティミーの脱水症状を治すことはできそうだな。何を拾ってきたんだろう。おもちゃ拾ってきてんじゃねえぞ、まあ、これは嬉しいけどね。ちなみに、親、大人がいなくなると、あ、これ壊してきてる。大人がいなくなるとこのゲーム終わっちゃうんですよね。子供2人だけ生き延びてたとしても。彼らが本物の医師だとは思えない。訪問診療の費用を請求されては困るので早めに追い出した。メリージンがシェルターに帰ってきた瞬間は何よりも嬉しかった。手つかずで商品のたくさん並んだ店を見つけた。いいね。トマトスープ以外の食べ物さえある。この終末期には本物のご馳走である。中に入ろうとしたその時、ひどい音に立ち止まることになった。何か重いものが空から落ちてきて、店を粉砕してしまった。埃が収まった後、我々が見ていたのは宇宙船の鉄くずの下にくたびれた古いテディベア物資を見つけた。何？なんでここの後にさ、見ていたのはあれ？さっきなかった文章が追加されてる。え？落ちてきたのは宇宙船だったって言ってる。ティミーの計画通りだ。なんでティミーの計画通りな？もしや火星から来た大頭人か？だとしたら、どうして船体に星条旗とアストロシティズンというロゴが書いてあるのだ？潜伏なのか？狡猾なエイリアンどもめ。全然何言ってるかわかんないな。とりあえず宇宙人が、なんか帰ってきたというか、宇宙人が落ちてきたっていうお話が、これが脱出のね、なんか手口というか、なる可能性もあるからね。宇宙船の鉄くずの下にくたびれた古いテディベア物資を見つけた。クマはがっかりして見える。我々は彼を後ろに向けた。見通すようなボタンの目が我慢ならない。でも食べ物と水2個。誰かが大きな靴下に様々な物品を詰めていた。どうして靴下が、衝突の衝撃に耐えたのかわからないが、中の物資を保護していた。ね、ライフルはなくなった。前回の探索からいろいろ考えさせられた。
もしかしたら車でこの悪夢から逃げられるのではないだろうか。当然ほとんどの自動車は完全に焼き落ちているが、しっかりした土台があるあり十分なパーツをかき集めることができれば自分たちで車を作れるかもしれない。え、車で逃げるっていうエンディングが今までなかったけど追加されたのかな。ティミーに水を与える。わ、もしわずかな水がありさえすればこんなことにはならなかっただろう。昨晩ドロレスが脱水症状で死亡した。もう骨になったからね、一瞬で。身どうしたんだろうね、食ったのかな。あー、ごめんな、メリー・ジェーンは感染症だ。ごめんな。じゃあティミーに水をあげましょう。ドロレスがな、じゃあメリー・ジェーンがな、たった一日でも早ければなんとかなったんですが、外に行くしかないな。ティミーだな。くそー、ラジオが。大丈夫か今の声。ちょっとお父さん散髪したの。上食べ物あげなきゃね。メリー・ジェーンも食べ物。じゃ全員に食べ物だね、とりあえず。ここでは何も音が聞こえない。頑張ればシェルターにいるお隣さんの声なら聞こえるかもしれない。とりあえず全員に食べ物ですね。これで上はしのげる。あー、誰も行けなくなっちゃってる。くっそー、状態が悪いとね、誰も外に行けないんですよね。あー、感染症うつるなよ。怪我も治らない。苦痛。初めて見たかも、苦痛。脱水症状。テッドとメリー・ジェーンは水を飲まさなきゃダメだな。テッドはまだ疲れており、数日間休む必要がある。水。とりあえず水だ。これで大丈夫かな？苦痛ってのが、ちょっと不安だけど。あー、誰も行かせられないけど、行く準備だけはしなきゃ。あ！子供の将来を考えて、ティミーのホームスクールを始めた方が良さそうだ。いや、昨今のことを考えると、シェルタースクールが、言葉として合ってるだろう。早いうちに読み物を与えないと。ま、意外と若いのかな。小2、小3ぐらいなのかな、ティミー。一番いらなそうなチェスを与えときましょう。チェスなくなっちゃうんだよな。なんでチェスが、あ、でもチェスある。よかった。苦痛、喉がカラカラ。とりあえず大丈夫だな。チェッカーを持っていてよかった。この中に説明書も同封されている。ティミーのような少年にはふさわしい読み物だろう。しかしたった3つの文章を頭の中で何度も読み返すことになるだろうなんて誰が予想していたことだろう。ティミーがかわいそうだ。チェスの説明3つで終わらないだろう。めちゃめちゃ難しいでしょ、チェス。まあ、今日はでも仕方ない。誰も外に行けません。外に行かないと、ただ死を待つだけなのに。あー、髪の毛が金パッチみたいになってるじゃん。疲労、脱水症状。じゃあとりあえずティミーに水をね、節約してあげなきゃね。なんかイベントで何か起きてくれねえかな。あー、でも外に行く準備だけ。あー、ラジオがあればな、いろんな情報が聞けんのに、ろくなイベントが起きてくれないね。病気で、あー、ティミーどこ行ったの？ティミーさん？知らない方がかえって気が楽なものだ。次の日に何が起こるのか分からなくとも死ぬわけではない。ティミー。ティミーは傷の前では誰もが無能であった。彼がうんざりしてついにシェルターを出ていくまで傷は悪くなるばかりであった。残されたのは一枚ものメモだけ。我々がひどい親であることと、荒れ地の将軍にあっ、なったら戻ってくると書かれていた。もう絶対戻ってこないじゃん。あー、ティミー、くっそー。やっぱ初めに持ち込んだアイテムが少なすぎましたね。まあ、今回は初め、まあ、パート1ということで、あんまりやり直しとかしなかったんだけど、本当はもっといっぱい持って、出ていくのがいいんですけどね。まあでも食いぶちが減ったって考えたらまだ長く生き残れますから、この大した量じゃなくてもね。外に行けない。もう、でもテッド外行っちゃダメだからね。20日間生き残りました。20
始めたとできなかったことですね。脱水症状と上、脱水症状、水がまずいね。外にも行けないね。この地獄のような状況から救ってくれるとすれば、それは我々の政府だ。政府の悪口を言う奴はたくさんいるが、あいつらは誰でも批判するタイプか、共産主義者かどっちかだ。共産主義者って単語めっちゃ好きだな。我々は良き市民であり、税金も定期的に払ってきた。きっとアンクルサムが助けに来てくれる。何っていうか、アンクルサムってなんだろう。基本的に政府には満足している。まあそんなことはどうでもいい。政府がやってくるのだから、耳を澄まして彼らからのメッセージを待とう。助けてきてくれ。ラジオがあれば何かあったってことだな。ラジオ壊さなければな。まだ何か起きたのかな。大丈夫？何とかして何か治らないか。必要となることがあるとすれば、この家より受信できる。まあラジオがなかったよってことだな。誰も外には行かせれないからな。何か神イベントで助からないか。ちょっと大丈夫？ちょっと病気うつってない？疲労困憊。あ、でもまだ大丈夫だ。まだなんとかなりそうだ。あ、でもテッドね、行かせれるんだけど、テッド行ったらね、ダメなんだよね。あ、ドアの階段にあったメモ書きに目を奪われた。指定された場所にアイテムを持ってきてほしい。友よりとある。そんな友に心当たりないが、相手が誰だか分かるチャンスでもある。それにアイテムを分けるだけの価値はあると書いてある。協力すべきだろうか。いや、長く生き残るためにはスープ大事なんですけど、俺は賭けで、水がない状況なんで、賭けでスープをリリースして水を召喚できると俺は信じる。水をアドバンス召喚する。来い、水。来ない。何が起きた。指定された場所に到着し、手紙を書いた双子の兄弟に会う。あー、双子の兄弟っていたね。双子の兄弟なんか脱出の一つの手段だったりするんだよね。彼らは子供たちからお年寄り、怪我人、自力で食料を調達できない人たちのケアをしていた。俺らのことだよそれ。また彼らは力を合わせて安全な環境を作れる善良な人たちを探しているのだと言っていた。彼らは我々に感謝をし、再会を誓ったのだった。俺が困ってるよ。ここに困った親とね、親子がいますよ。行ったら死ぬんだよな。まあ、どうせなら全滅っていうエンディング行きたいから、どうせ終わるならね。ちょっと髪の毛がもうやばい。鬼太郎さんじゃん。もう脱水症状と上、脱水症状と上、やばい。水なくなりました。お、すごい、核シェルターに庭ができた。壁にキノコが生えている。食べられるほど大きいぞ。キノコのごちそうでも作ってみるか。食えるものは食え。これがスープ缶になったりします。ん、どうだ。味は良かった。唯一心配なのは、あのキノコみたく体が暗闇で発光するんじゃないかということだ。ヤバそうなキノコ食ったんだな。あ、よし、メリー・ジーン、外に行けるようになりました。え？ボロの釜を型にかけた三つぼらしい取引屋が訪ねてきた。シンプルな一度きりの取引を持ちかけてきた。スープ缶一個で、その釜と中身すべてを交換すると言っている。中は見えず、我々がその謎の釜に近づくために取引屋に睨みをかけさせてくる。取引に応じるべきだろうか。スープ缶一個と、何かが入っているカバンってこと？水が入ってると信じる！信じる！あ？猫来たー。シャリコーフ！猫ちゃん来ましたね。こいつのエンディングには結構悩まされた記憶があるけど、食べ物とスープ缶なくなっちゃったよ、これ。取引屋を背に、ドアが閉じられるなり、カバンが激しく揺れ出し、きしむような世にも恐ろしい音を立て始めた。たじろいで壁を背に後ずさる。姿を見せたその獣は、気性の荒い家猫であった。威嚇する目でこちらを見たかと思うと、角に座って毛づくろいを始めた。首輪にはシャリコフとある。この猫の名前であろうか。猫とさ、スープ1個の交換ってもどういうことだよって思っちゃうけどな。そう、
めちゃくちゃ損じゃん。メリージェン、地図だな、持っていけんのは。メリージェン頼んだよ。お父さんは家で飢えながら待ってるよ、猫と一緒に。何があっても父は外に行かないっていうね。シャリコフ、シャリコフ。メリージェンが外へ出ていった。彼女がすぐ戻ってこられるといいのだが、ちなみにこの日数が増えれば増えるほど帰ってくる可能性っていうのがものすごく下がっていくんだよね、外が危なくなってるので。ラジオありません。28日目、どうやら一月はなんとか生き残れそうだね。脱水症状で最後の、あ、水ない、やばい。ん、今朝換気をするためにシェルターを開けると、ドアのそばに置かれているスーツケースを発見した。書き置きもなければ辺りには何もない。いや、誰かがこの俺の大ピンチを聞きつけて水を用意してくれた。さあ水来い、贈り物。水、スープ缶、スープ缶か。疑いこそ晴れなかったが、突然の贈り物を受け取ることにした。開けてみると、なんとそこにはいつも食べているスープが入っていた。見知らぬ人に感謝せねば。優しいね。いやー、スープでなんか水分なんとかならんか。ん、緑色の水たまりがいつの間にか出来上がっている。しまった、パイプから緑色のベトベトしたものが濡れている。誰もモップを持ってこなかったなんて、どうすればいい。サバイバルガイドブックでなんとかする。死ぬんじゃないこれ。あー、終わりー。30日もたらシャリコフ。まあ初めなんてこんなもんですよね。メリージェン、やった、問題解決だ。漏れも止まったし、シェルター元通りになった。メリージェンは数日で戻るはずだったが、だいぶ日にちが経っている。何か良くないことで起こったのでは。ダメだったらしいね、メリージェンも。水なしで何日も過ごすなど無茶すぎる。テッドは脱水症状で死んだ。この生液末を生き残るのはそう簡単ではない。それはよく分かっているはずだ。我々は30日間持ちこたえた。まあ初めのアイテムが悪かったのと、まああんま運もいい方じゃなかったですね。死に絶えました。まあ初めなんてこんなもんですよ。でもなんかちょっとやっぱ変わってたね。30日やっぱ水とスープの入手が良くなかったね。俺もすべてにイエスをしましたからね。はい、ということで、リハビリがてらやってみたんですが、やっぱ難しいゲームであるね。まあ運と、まあ、テクニックと判断力っていう感じではあるんだけど、トロフィーをねクリックすると、まあ、今回でこんだけ実績を解除できました。今回解除した実績が、シェルターに逃げ込んだのと、10日生き残る、20日生き残る、5日生き残る、ドローレスになって核爆弾の中を生き抜く。まあ、ドローレスで始めた。で、家族全員を助けた。で、死んだと。で、シャリコフが、仲間になった。シェルター内で何かを破壊または使用せよ。なんか使ったと。で、プレゼントをもらったと。まあ、初めにしては結構実績、まあ、初めなんであれなんですけど、解除できたので、とりあえず良かったかなとは、思います。まあ、30日だね。俺が頑張ったのは、生き残れたのは。はい。ということで、次回は、この新規ゲームの、前回なかったチャレンジの、このサバイバルチャレンジっていうのをやってみようかなと思います。もうなんか条件下で、生き残ることを目指すっていうゲーム。まあ、なんなら難しいモードって言えるのかもしれません。女と犬やってみようかな。なんかこれもう今までで一番ないし、このなんか犬、ちょっと違うよね。なんか別の犬なのかもしれない。このドローレスとワンちゃんだけで生き残るっていうのを目指して、次回はやっていきたいと思いますが、今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。次回に続きます。